新潟県立大学お願いします。2020年4月に全国唯一の国際経済学部が誕生しました。どうも、セシブログを運営しているセシミンです。今日は新潟県立大学について解説します。最初に詳細情報を解説した上で、後ほど評判について解説します。まずは詳細情報、目次はこんな感じ、いつも通りですね。基本情報といたしまして、所在地新潟県となっています。また設立年は2009年と比較的新しい大学ですね。学部としてはこちらの3つです。なんかね、公立大学なのに珍しい学部ばっかり作ろうとするんですよね。僕が地元の人間だったらスタンダードな学部作ってほしいですけどね。学生数1330名と設立してからの歴史が浅いので学生数はまだ少ないですね。2つ目、学費について。学費はこんな感じになっています。こちら括弧外に書いてあるものが新潟県内にお住まいの方の学費、括弧内のものが新潟県外の方の学費となっています。新潟県内の方の学費は国立大学と対して変わらないです。県外の場合だとちょっと入学金が高いですね。ちなみにこれは新潟県立大学に限らず、公立大学の場合はいろんな大学で地元民優遇の学費となっています。次に偏差値についてです。偏差値こんな感じになっています。だいたい50前後ですね。なんだ平均レベルかと思われる方多いと思うんですけれども、実は日本の大学の偏差値の中央値は43なので、偏差値50付近の大学ってかなり上位の大学になるんですよね。実際に新潟県立大学の偏差値ランキングを見てみると、全767大学中158位、国公立178大学中95位と、全体の中でいうと上位 20% に入っている大学になります。なので相対的に見るとレベルは高いですね。次に有名人についてです。有名人合計で32名います。こちら一部抜粋を載せています。やっぱり偏差値の高い大学なので、アナウンサーとか政治家とかが多いですね。このチャンネルを毎日ご覧いただいている方ならわかると思うんですけども、偏差値の低い大学だと有名人はスポーツ選手ばかりになります。5つ目、就職実績について。就職実績として公開されているのは業種別就職割合、主な就職先、そして就職率、この3つです。就職率全体で言うと 97% ですね。就職率に関してはもう就活生よりも求人数の方が多い時代になっているので、はっきり言ってあまり意味を持ちません。こんな感じで学部学科ごとに各業界に何人いったかというような情報もまとめられていますし、主な就職先についても学部学科ごとに公開されていますので、こちら詳しく知りたい方はこちらの URL からご覧ください。こちらの URL は概要欄に載せておきます。次に新潟県立大学の評判についてですね。目次はこんな感じです。こちら一つ一つ見ていきましょう。1つ目、アクセスが良いと。これに関してはっきり言って微妙です。アクセスあんまり良くないんですけど、新潟県の中ではアクセスがいいっていう意味ですね。実際最寄り駅から徒歩約15分と、東京で徒歩15分って言ったらアクセス悪いんですけど、新潟県だったらいい方だなって思います。そもそも田舎って駅使わないですけどね。2つ目、広大なキャンパス。こちらキャンパスマップを載せています。これね、はっきり言ってキャンパス全然広くないんですよ。キャンパスの広さランキングでも全然上位に入っているような大学ではありません。なぜキャンパスが広いって言われるかっていうと、学生数が少ないからです。純粋に同じ広さのキャンパスだった場合に、学生数1万人の大学と1000人の大学があったら、絶対学生数1000人の方がキャンパス広く感じるじゃないですか。そういうことです。新潟県立大学の学生数、最初に解説しましたけど、現在1300名ぐらいでしたよね。そう、純粋に学生数が少ないんですよ。かつ田舎なので土地安いんですよ。なのでキャンパスが広いっていう仕組みがあるっていうだけです。3つ目、豊かな自然と。こちら周辺マップを載せています。東京に比べたらもちろん自然は豊かですね。こういった川もすぐ近くにありますし、河川敷の公園なんかもすぐ近くにあります。はい、この動画では新潟県立大学について解説しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。次回は創価大学について解説します。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。